ドリーム戦1号艇平高選手です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日は水面が台風の影響で、そうですね、はい、悪いからなんかいまいち分からなかったですね。あ、そうですか、悪い感じもしない。まあパーセントはあるんで、はい、まあ前線転覆してちょっと落ちてるみたいなんで、まあ、軽く点検しようかな。じゃあまた明日気象状況変わってしっかり、そうですね、はいはい、さあ浜名湖のイメージいかがですか。なあ、あんまいいイメージはちょっとないかな。さあんまり来ないんですよね、だから特にはない。じゃあ今節しっかりいいイメージを持って。そうですね、はい、あと怪我の具合はいかがですか。まあぼちぼちは良くなってきてるので、もうあとは気持ちですね。気持ちがちょっとビビってるのがあるので、それは早く取りたいかな。ドリームは1号艇です。はい、はい、ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、一生懸命調整して逃げたいと思います。よろしくお願いします。ドリーム戦2号艇松本明選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実績あるモーターです。はい、なんかいいやつみたいで、はい、良、はい、かったです。感じ的にも、はい、いい感じ。あ、良かったと思います。はい、あの風強かったんですけど、はい、起こす感じとか乗った感じとか、あのスムーズな感じで良かったと思います。じゃあとりあえずまずはこのまま行けそうな、はい、そうですね、はい、プロペラも、まあ、いつも自分が行く感じと似ていたので、まあ、回転だけ合わせて1回行ってみようかなと思います。はい、はい、さあドリーム戦枠は2号艇になりますけれども、はい、浜名湖2コース、2号艇コース、はいはい、2コースあたりですね、はい、うん、イメージいかがですか。2コースは、はい、好きです。お、まあ、結果はともかく、はい、最近ね、ちょっと、まあ、難しいなと思うんですけど、はい、好きです。スタートどれぐらい目標。まあ、10から15ぐらいに行けたらいいかなと思いますね。では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、浜名湖少し久しぶりなんですけど、あの大好きな水面なんでいいエンジンも引けたので、一生懸命いそいそ頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ドリーム戦3号艇宇野弥生選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあちょっと水面今日はね、気象状況がいまいちなんですけれども、はい、手にしたモーター前傾の感触としてはどうですか。まあ、悪くはないと思います。近況ちょっと動きのいいモーターなんですけど、はい、ここあんまり良くないなみたいな雰囲気はなかったですか。まあ特別には、何か急いで調整が必要だなという感じもなさそう。はい、はいはい、さあドリーム戦3号艇で登場ですが、コースレースのイメージいかがですか。まあ3コースから、はいはい、しっかり握っていけそうな感じですか。まあ明日乗ってみないと分かんないです。そうですね、はい、じゃあ最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、私らしく走りますのでお願いします。ドリーム戦4号艇岩崎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日は水面気象状況が厳しい条件ですけれども。そうですね、はい、はい、手にしたモーター手応えは今どんな風に感じました。ちょっと乗り心地的にこう好きな感じじゃなかったので、はい、まだペラも叩いてないんですけれども、そこを直していきたいなと思います。まずは乗り心地部分を。そうですね、はい、はい、さあドリーム戦は枠は4号艇での登場ですが、はい、コースとレースのイメージいかがですか。はい、そのまま4コース取れたら4コースからダッシュで行きたいと思います。はい、まあ、この気象状況の中スタートの感じはどうでした。そうですね、それなりにしっかり行けてました。はい、はい、では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、精一杯頑張ります。応援してください。ドリーム戦5号艇細川優子選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のこの水面ですが、手応えどんな風に感じました。ちょっと水面がね悪すぎて分かんないですね。そうですよね。はい、で、いい、ちょっといいかなとかちょっと悪いかな、それもねちょっと区別が少ないぐらいね、はい、水面が悪いかなと思います。そうですよね。じゃあ初日また気象状況変わって、はい、その中でいろいろ調整を。そうですね、明日乗ってみてちょっと考えようかなと思います。はい、まあ、そんな状況の中5号艇で登場ですけれども、メンバー見てのコースレースイメージいかがですか。まあ5コースでしょう。5コースからスピード持った旋回でまくり差しが入れたら一番理想です。
そのあたりを目指しての調整をじゃあ初日しっかりと、ね、やっていきたいと思います。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、そいそしっかり走ります。応援よろしくお願いします。ドリーム戦6号艇山下祐樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日は気象状況が厳しい中でしたが、そうですね、はい、手にしたモーター、まず手応えどんな感じでしたか。まあ普通ぐらいはあるのかなという感じでした。うん、まあ、今日のこの水面状況なんでまだはっきりとは。そうですね、はい、とりあえず何かしなきゃという感じではなかった。とりあえず一層行ってみようかなとは思っています。はい、さあドリーム戦6号艇での登場ですが、コースレースのイメージいかがですか。しっかりスタート行って展開つけたらなと思います。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、地元で頑張りたいです。応援お願いします。